はい、今ですねどこにいるかというとインドのチェンナイにいます。チェンナイ、チェンナイというのはインド第4の都市です。でチェンナイ今からですねデリー経由でバラナシまで行くところです。まずデリーまで行く飛行機に乗るところなんですけど、これボーイング737のです。で機内食っていうのは、まあ、このスパイス航空っていう、バジェットエアラインズ、あの格安航空会社ね、インドのね利用してるんですけど、飲み物とか食べ物に関しては別注になります。事前にまあ予約することもできるんですけど、こう見てくださいこれ、日清の、こちらどっかで見たことあると思ったらこう日清のやつですね。で、日清のカップヌードルが、あるわけでございます。スパイスチキン、マサラチキン、イタリアーノということで、3種類あります。マサラとかこのスパイスチキンというのはこのインド人好きですから、日清が、まあ、こちらで販売ね、特別に販売しているものでございます。日本ではねマサラとか確かないと思うんですけどね、スパイスチキンとか。なのでまあ皆さんぜひね、来ていただいたら食べていただければと思うんですけど、まあ、こんな感じで全世界にね結構日本のメーカーというのは進出してます。これは家電メーカー、まあ、最近強でございますけど、自動車メーカーなんかまあから好調ですよね。それ以外食品のメーカーなんかもあります。味の素なんかだとアジアで絶大なね、シェアを誇ってるわけですけど、まあこんな感じで日本の企業にはねもっともっと頑張ってほしいかなという気がします。